はい、それでは本日は2級建築施工管理士の学科試験令和1年の前期問い14番について解説していきたいと思います。この問題は防水材料に関する問題です。では、問題解いていきたいと思います。防水材料に関する記述として最も不適当なものはどれかという問題です。1番、アスファルトプライマーは下地と防水層の接着性を向上させるために用いる、これはですね、合っております。このアスファルトプライマーというのはこの絵を見ていただければわかると思うんですけども、この防水層、アスファルトルーフィングとこの下地、コンクリートの間に、つけるものになりますね。これも、写真で見ていただきたいんですけども、このように、材料、を塗布していくということですね。まあ、この黒いのを塗っていくということですね。はい、これが、アスファルトプライマーですね。黒色のものです。まあ、この接着性を良くするために、用いられるというのがこのアスファルトプライマーの役割なので、この1番に関してはあっております。そして2番、砂付き穴開きアスファルトルーフィングは下地と防水層を絶縁するために用いる。これもですね、すごい名前が長いんですけども、とりあえずまずはこの写真を見ていただきたいと思うんですけども、これが砂付き穴開きアスファルトルーフィングですね。この砂付き穴開きアスファルトルーフィングというものはですね、防水層の破断防止と、あとは防水層の膨れ防止を目的として用いられます。まずこのコンクリート下地があって、その中に穴開きアスファルトルーフィングを敷いていきます。で、こう敷いた後に、この溶解アスファルト、もう溶けたアスファルトをバーって流し込んでいきます。で、穴の中に、全部アスファルトが入っていって、その後にルーフィングを、アスファルトルーフィングを敷き詰めるという形ですね。この、まあ、3層構造になっているよということですね。なので、この絶縁をすることによって、ひび割れが入りにくくなるので、この防水層と、この下地の間にこの中間の穴開きアスファルトルーフィングを持ってくるということになりますね。なのでこの2番に関しては合っております。そして3番、網状アスファルトルーフィングは立ち上がり防水層の張りじまいや貫通配管周り等の増し張りに用いる。これはですね、これもちょっと見ていただきたいんですけども、ちょっと見づらいと思うんですけども、これが、網状のアスファルトルーフィングですね。まあ、網になった、ぐちゃぐちゃになったアスファルトルーフィングなんですけども、これが、この配管周りの増し張りに用いている様子ですね。まあ、このように、パイプなどと床を一緒に張っていくということですね。で、こちらなんですけども、網状のアスファルト防水は、引っ張りや引き裂きの強度が強いため、立ち上がり防水層やそのパイプの周りに用いられるということですね。なので、この先ほどの、ご覧いただいたパイプの周りにこの網状のアスファルトルーフィングを、まあ、増し張りして貼り付けていくということですね。なので、この問題に関しては、この網状アスファルトルーフィングが立ち上がりの防水層の、張りじまいや、貫通配管周り等に増し張りとして用いられるということなので、この3番に関しては合っております。そして4番、絶縁テープは防水層の末端部に使用し、防水層のずれ落ち、口開き、剥離等の防止に用いられる。これはですね、まずこの絶縁テープというのを見ていただきたいんですけども、こちらが、絶縁テープですね。この緑色のものが絶縁テープです。これが絶縁テープ貼ってる様子ですね。この絶縁テープというものなんですけども、これはですね、下地ありますよね。下地のムーブメントの影響を避けるために、下地と防水層の間にここに、絶縁テープを貼るということですね。このムーブメントというのはですね、まあ、何のことを言っているのかというと、まあ、建築物の、部材の接合部、ここですね、接合部に、まあ、地震や温度変化、風圧が、関わるときにここに亀裂が入ってしまうので、これを避けるためにこの絶縁テープというのを敷いて、下地と防水層の間に使用するということですね。で、今回の問題に行くと、防水層の末端部に使用し、防水層のずれ落ち、口開き、剥離等の防止に用いる。これは、ちょっとこの絶縁テープ、今説明したものと全く別のことを言っております。まずこの防水層のずれ落ちというのは、こちらちょっとご覧いただきたいと思うんですけども、この躯体と、あとはこのコンクリートのモルタルとか仕上げ材料とか全部落ちていくことがこのずれ落ちですね。で、この今この、絵をご覧いただいているのが、剥離、
もうだんだん剥がれていってるということです。そして、これが、口開きですね。このようなものに関してはシーリング剤やコーキング剤などを用いて、回収をしたりするので、今回の問題に関しては絶縁テープはこのことを言っているので、この4番に関しては、間違っております。以上のことから今回は4番が、間違っているので4番が答えとなります。